はい、皆さんこんにちは、トリーです。ただいま私はウブドのモンキーフォレストの駐車場に来ております。今日ご紹介するのはですね、モンキーフォレストではなく、その隣にあります、トロピカルビューカフェというカフェをご紹介したいと思います。このトロピカルビューカフェなんですけど、以前アップしました動画、モンキーフォレスト通りを歩いてみようという動画をちょっとアップさせてもらったんですけど、そちらの方でもですね、今工事中、リノベーション中ですよってご紹介したあのカフェなんです。そのカフェがですね、4月に一応リノベーション完成しまして、あのニューオープンと形になったんで、今日ちょっとこちらの方をお邪魔していろいろご紹介したいしようかなと思っております。それでは本当にね、もう場所はモンキーフォレストのすぐ隣なんでね、バイクの方はちょっとモンキーフォレストの駐車場入れちゃったんですけど、それからもうすぐ歩いていけますんで、本当に便利な場所にありますんでね。ではこれからちょっとそちらのカフェの方に向かっていきたいと思います。はい、こちらがトロピカルビューカフェになります。こうやってですね、正面にこういう大きな看板も出てますんで、すぐ分かると思います。まだオープンしたてということでですね、こういうプロモーションもですね、なんかやられてるみたいですね。はい、それからなんかハッピーアワー、4時から9時まで、50%、 なんかスペシャルカクテルが 50% オフということです。では早速ちょっとお店に入ってみましょう。よいしょ、スラマスヤン、いや、サトワランサジャー、はい、はい、こちらがお店の中になります。あ、すごいなんか広々として気持ちいいですね。そうそう、本当こっからですね、もうずっと田んぼが見える状態なんですけど、じゃあちょっとこちらの隅の席の方に、座りたいと思います。こちらのトロピカルビューカフェといったら、やっぱここから見える田んぼビューがすごい綺麗ということだったんですけど、ちょっとね、なんか残念な感じで、確かに目の前は田んぼがあるんですけど、その先、以前はね、この先ずっと続いてたんですけど、なんか、なんだろうな、木が植えられちゃって、あんまり遠くまで見渡せないような感じになっちゃいましたね。でもまあまあ、田んぼは見えます。左側がこれホテルなんだろうな、ホテルなんかプールがちょっと見えちゃってるという感じで、なんか田んぼビューがちょっと悲しくなっちゃったなって感じです。それでも田んぼ見えることは間違いないです。でずっと右側に視線移しますと、モンキーフォレストの駐車場が見えちゃうと、こんな感じになります。あとこちらがですね、ずっとソファーとかがありますね。ちょっとのんびりするにはいいかもしれません。それからカウンターがですね、モンキーフォレストの通り向いてるカウンターもありますんでね、そっちのカウンター眺めながら、車の往来見ながらちょっとご飯食べられるっていうこともできるみたいですね。はい、こんな感じでなかなかお客さんもぼちぼちと入ってる感じです。はい、ここのカフェなんですけど、こうやってオープンなカフェなんで、かなり風通しがいいです。すごい、まあ涼しいっちゃ涼しいんですけどね、ちょっと風が強い日なんかは物が飛んでっちゃうような、そんな感じがしますんで、ご注意ください。ですね、メニューの方はこんな感じですね。まずアペタイザーで、いろんなアペタイザースープとかあります。それとあとこちらがサラダになります。サラダがそうですね、だいたい5万ルピアから6万5000ルピアとなってます。よいしょ、でメインの方がですね、ビーフバーガーが9万ルピアとか、あとはシーフードカレー7万5000ルピア、こんな感じですね。それとあとパスタが、そうですね、だいたいパスタが6万5000から8万5000って形になります。あとこちらピザですね。ピザもいろんな種類があります。7万5000から9万、あとデザートが4万ルピアぐらいで揃っております。あとはこちらはお飲み物ですね。
いろんなジュース類、スムースとか、あと、まあ、いろんなソフトドリンク等も揃っております。カクテル、モクテルとかもありますね。お酒類はこちらになるのかな、カクテルが95,000ルピアとか、あとですね、ビール、あ、ビールこちらありました。スモールビンタンが3万の、ラージビンタンが5万という料金になります。ちょっとですね、以前に比べてやっぱお値段上がりましたよね。まあこれはどうしようもない話でしょう。はい。はい、注文した少しなものが来ました。今日はですね、こういうカレー、アヤムチキンカレーを頼みました。カレーといってもちょっと日本みたくご飯にかけるとろっとしたカレーじゃなくて、もっとシャバシャバした、どちらかというとスープカレーに近いようなカレーになります。それとご飯のセットです。でね、飲み物はいつものエステではなくて、今回はスイカジュースを頼みました。はい、こんな感じで今日のお昼ご飯になります。じゃあこれからいただきます。はい、それでは、チキンカレーですね、カレーアヤムの方をいただこうと思います。まずはカレースープかな。辛さはね、そんな辛くないですね、マイルドな辛さになります。お野菜がたくさん入ってるんでね、結構これヘルシーですよね。野菜の方がもやしと、あと人参、これは人参ね、ベビー人参が丸ごと入ってますけどね。これからこれズッキーニじゃないですかね、ズッキーニ、これね、最初僕ミートボールかと思ったら、こちらがちっちゃなベビーポテト、じゃがいもでした。はい、こんなん丸ごと入ってる、なかなか野菜多めのですね、カレー、スープカレーになってます。本当そんなに辛くないんですね。もう辛さ本当控えめなんで、すごい優しい、ほっとするような味がしますね。すいません、私大きな間違いをしてまして、頼んだのがシーフードカレーでした。カレーアイアムじゃないです、シーフードカレーで、それでエビの頭が丸々入ってます。それでなんかね、すごいコクが出てる味だったんですね。エビのお肉が入ってました。いかに私が味音痴か、これで発覚してしまったわけなんですけど、はい、ということで完食です。ごちそうさまでした。日本のもったりしたカレーっていうよりもスープカレーに近いような感じで、スープが非常に多いカレーになっておりました。それでエビの出汁がすごい出てまして、それにスパイスが入り込んでると、なかなか複雑な味がして美味しかったですね。はい、お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。はい、ということで今こちらのトロピカルビューカフェの方でご飯の方いただいてきました。お値段の方なんですけど、シーフードカレー、それに、まあ、ご飯がついてるやつですね、それとスイカジュースの方全部セットで、122,000ルピアでした。日本円にして1000円ぐらいですかね。まあそうですね、日本での感覚からしたらまあまあかなっていう感じはするんですけど、ちょっとバリのフードのレストランにしては料金お高めかなって感じはします。以前はですね、もっと安くてお得感のあるところだったんですけど、ちょっとリノベーションして値段が2割ぐらい上がっちゃったような感じがしますね。ただ非常に風通しがいいレストランで、あとやっぱ狭いながらも田んぼビーも綺麗だなんで、結構観光に来てウブドですね、ウブド観光でお昼ご飯を食べるにはいいんじゃないかなと思います。はい、ですのでね、また観光で来られたらぜひこちら寄ってみてはいかがでしょうか。ということで今回も、動画の方最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、良かったなっていうことでしたら、グッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。それとチャンネル登録まだの方、この機会にチャンネル登録をお待ちしております。あと、Twitter、Facebook やってます。トリタラシアットウブドで検索してください。こちらのフォローもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。